はじめに選挙管理委員会事務局から調布市長選挙と調布市議会議員補欠選挙、東京都明るい選挙ポスターコンクールについてご案内します。選挙管理委員会事務局の栗原さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずは今年の7月に行われる選挙について教えてください。はい、本年7月8日に調布市長選挙と調布市議会議員補欠選挙が執行されました。当日の投票は午前7時から午後8時までです。また7月2日から7月7日までは期日前投票所で投票ができます。はい、市長選挙と市議会議員の補欠選挙があるということなんですが、はい、期日前投票をされる方が多いということを聞いたことがあるんですが、どのような制度なんでしょうか。はい、期日前投票は投票日当日に仕事やレジャーなどの予定があり投票所へ行けない方が投票日前に投票をすることができる制度です。はい、そして期日前投票はどこでできますか。はい、7月2日から7月7日までは市役所本庁舎で行っています。また7月3日から6日までは市役所のほかに市民プラザアクロスとつつじが丘児童館ホールでも期日前投票をすることができます。投票時間はいずれも午前8時30分から午後8時までです。また神代寺地域福祉センターは7月4日の水曜日と5日の木曜日の2日間午前10時から午後5時まで期日前投票ができます。ご利用の際は開設期間と時間をお間違いのないようにご注意ください。はい、市内4カ所にあるということですね。投票するには何か手続きが必要ですか。はい、期日前投票を利用する際に難しい手続きは必要ありません。ご自宅に届く入場整理券の裏面の宣誓書を記入して期日前投票所にお持ちいただければ当日と同じように投票することができます。また入場整理券が手元にない場合でも期日前投票所にある予備の宣誓書に記入すれば投票することができます。期日前投票も利用していただいて多くの皆さんに投票に行ってほしいですね。はい、今回の選挙は調布市の将来を決める大事な選挙です。皆さんぜひ投票をお願いします。はい、7月8日は市長選挙とそして市議会議員補欠選挙が行われます。ぜひ皆さん投票に行きましょう。選挙管理委員会では毎年夏にポスターコンクールを実施していますけれども、その概要について教えてください。はい、東京都と調布市の選挙管理委員会では毎年明るい選挙の実現を呼びかける内容のポスター作品を市内在住在学の小中高校生を対象に募集しています。例年50点ほどのご応募をいただき、その中から数点を東京都に優秀作品として推薦しています。過去には調布市から推薦した作品が全国審査で文部科学大臣総務大臣賞を受賞したことがあります。全国審査まであるんですね。応募作品の決まりや応募の締め切りについても教えてください。はい、応募作品の大きさは四つ切りまたは八つ切りの画用紙を使用してください。各道具については絵の具やポスターカラーだけでなく色紙や布を利用した貼り絵も OK です。応募の締め切りですが、学校を通じて作品を提出する場合は学校が決めた提出締め切り日までにご提出ください。個人で応募する方は9月の7日の金曜日までに持参または郵送で選挙管理委員会事務局までご提出ください。はい、その他に応募にあたって注意事項はありますか。はい、作品提出の際は作品裏面の右下に東京都調布市とご記入いただき、その下に学校名、学年、氏名、振り仮名を書いてください。入賞された場合は学校名、学年、氏名が公表されますのでご承知おきください。また応募作品は原則として返却しません。入選作品の著作権は東京都に属し啓発事業に活用することがあります。注意事項は以上になります。はい、皆さんからの作品をお待ちしております。皆さんぜひふるって応募いただきたいと思います。選挙管理委員会事務局の栗原さんにお話を伺いました。